最強チーム対 YouTuber 最強チームそうですよ。もうこれはもう言い切っちゃっていいと思う。ここで白黒をつけましょう。これはね、ダホさんが小畑のお兄さんとなんかの企画で出会って、それで実現した試合なんですよ。なんで小栗旬ね、あ、小栗旬です。小栗旬さん、失礼いたしました。小栗旬さんと、なんでその僕らのね、あのウームのメンバーとして呼んでいただいたの。まずはありがとうございます。そうだね、そこでありがとうございます。参加させてもらってる。あ、そうそうなんです。だから貢献しなきゃいけない。まずオーダー発表します。1番センターヒロム、はい、2番セカンドソーシー、はい、3番ピッチャーコーディ、はい、4番ファーストウダホ、はい、ウダホ、はい、5番ショートコー、はい、6番 DH アキ、はい、7番 DH マシュ、はい、8番レフトマスオ、はい、9番ライトルブ、はい、10番がサードエース、レイ、はい、梅焼き梅いくぞー。総連載に出すんで、いやいや、出れたらで、頑張ってきます。どうピッチャー、いいんで、いや、いいっすよ、見るからにいいっすよね。カイ君っていう、芸能人最強のピッチャー。いや、マジか。135キロが出るんですよ。120までしか練習していけないんですよ。バッティングセンターでも130打ってないですからね。こっちもいいね、こっちも。いや、めちゃめちゃいいカーブでした。僕ら3点のされましたから、クーリー。お願いします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 。一番17。これ。あ、でも、あ、走れたらね、走れたら。ウーム対ガッチン。先頭バッターのヒロムは、ショートの悪送球で出塁。バッターもピッチャーにプレッシャーをかけに行きます。そしてヒロムもリードを取りプレッシャーを与える。警戒しているやつです。さあ、ソーシさんのあたりはゲッツーはならず、一塁残塁です。そしてコーディさん、痛烈なライト前ヒットでチャンスを作りました。ここでダホさん打ってくれれば、早々に1回から先制点を入れることができます。これはライト入らず、ファール。いや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 、ここでチャンスをつかめるのか、ウム。そして次のバッター、コウです。さあ、ツーアウトから2球目、セカンドゴロでランナー残塁させてしまいました。転がしたのはちょっと大きいね。うんうん。対するウームのピッチャーはコーディさん。さあ、これはセンターに飛んでヒロムのところへ飛び、しっかりと抑えました。コーディさん最速は128キロ、めちゃめちゃいいピッチャーです。一回行けるタイミングだったよ。リードしたいなって行くのかなって。かんの回みたいな。あれぐらいだったら全然ね。あれ結構でかいんで。でかいっすか。でかいんで、いいプレッシャーってるのか。あれですか、もう戻れて。2回表の攻撃、DH のアキさんから。このところで、全力疾走で内野安打となりました。そしてマスオさん、ツーアウトから。ここは繋がらず、ウムも警戒の守備でガッチンの攻撃を阻みます。サービスショット。2回裏、小畑のお兄さんの打撃、村穂さんのスーパーキャッチで抑えました。そして調子が上がってきたコーディさん、素晴らしい。めちゃめちゃバッテリーがいい。いけるよこれ。行こう。打ちてぇな、ピッチャーから。2打席目のヒロムは打てるのか。はい、はい、
芸能人最強ピッチャーの球にフロンテについていきます。ここは内角のめちゃめちゃいいコース。2-3 だったからインコース来て打てりゃよかったんだけど。なんとかの日、ルーム制捕手のココロマンパパが不在のため、クーニンズからグッチさんが参戦してくださいました。ファーストゴロからのピッチャーカバーがちょっと遅れたか、どこだ、判定はアウトだ。しかしこの判定に満足いかないが、審判を務めてくださっている主審はガッチンの方です。しかしまだガンナは気に食わない様子。アウトコール。向こうもね、そうそう、お笑いできなくなってきてるで結構出てきてたけどね。おいおいおい、審判向こうのあれだよね。4回先頭バッターのコーディーさんから今日一の打球が生まれます。アウト、これは入るのか。なんとフェンチョク走る、これは長打だ。二塁へ、いった、セーフ。続く甲の打席でファール、チャンスを広げられるか。ツーアウトから広げられず残塁。最初のストレートで仕留めんとカーブくるからスライダーかな。いろいろ決勝ってるわね。うん、カーブ、スライダー、チェンジアップ。2は最悪ない。まあ最初にね、仕留めたい。4回小畑のお兄さんの打席。さあ、ここで1、3塁のピンチを招いてしまいました。ワンアウト、1点も挙げられない状況で、ウームをランナーに警戒していきます。強打者を抑えられるか。おー、打たれてしまった。さあ、中間真っ二つ、ヒロムが追ってショート甲が中継にあります。そして3塁ランナー走った、間に合うか。間に合わない。ここでグッチさんの放送球です。バッターのお兄さんはアウトになりました。この回からピッチャーに上がったマスオさんも安定した投球を見せます。打って取らせるピッチングがめちゃめちゃ得意です。後半戦ウームも負けてられません。この人ルームさんが打ちました。パスボールからルームさんが滑った、アウト。珍プレー炸裂。どちらも譲らぬ展開で終盤へともつれ込みます。センター変わったコーディーさんのスーパーキャッチも出ました。特に打ちづらいとか僕は感じなかったですね。素晴らしい、あれ詰まっちゃったけどそろそろ点を取りたい場面でラホさんも相手の好守備に阻まれてしまいます。7回裏ガッチの攻撃。ここでもたついたところで1点を取られてしまいました。なおも2、3塁でレフト前ヒット、ランナー1点返り、0対4と離されてしまいます。時間の都合上最終回となった最初の打席はこうからです。1点は奪いたいところ、全球見せます。ファールボール、なんとか粘って出塁したいところ。おっと、これは結果的に出塁できました。そしてエンドランからこうが走った。おっと、危ない。2
ルベールがなんとか持ちこたえた。内野が芝生なのでなかなかスライディングが難しいです。さあ次のアキさんの打席は犠牲フライにはならず、ワンアウト二塁です。そこから隙をついた甲が三塁へ三投します。ここからなんとか1点をもぎ取りたいところ。バッターはマッシュさん、返せるか。ここは内野に飛んだ、深いぞ、いけると判断した甲が走って1点を返しました。そしてマッシュさんも生きてます。ツーアウト1塁、向こうもかなりランナーを警戒します。つないだフォアボール、ツーアウト1塁。ここで試合終了。あれ、ゲン、二の舞するとこやったっす。通りの時さ、通りじゃありません、エントランだったんだよね。そうだよね。なんだけどでこうやってもう行きそうだったもんね。危なかった。そうならんように俺ペースにめがけてペースはこれやったしな。ここ止まるようにした。いっちまったね。最後ね、回ってこなかったな。悔しいけどいい試合だったよ。うん、ウーム初得点を踏んだと。あ、そうか、そういうことだ。そう、そういうことです。結果的にね、さすがだなと思ったのが、まああの外野飛んだ打球をさ、繋ぐときもちゃんと繋げてたんで、あれ大体こうバーンなって、うわーとかなるじゃないですか。なります、なります。ちゃんと繋げたのがすごいなと思って、で、最終三塁ランナーさせたじゃないですか。そこからのプレーで、ありましたね。ああいう一番できないという中継なんで、その中継プレーが今回決まったっていうのも見ててよかったなと思って。いやー嬉しいな。なんだかんだ一緒のチームかな、初めて。あ、そうですか。そうそうそう、いつも敵です。そうそうそう、いや、守備守ってて安心感すごかったもん。守ってて伊沢さん取ってくれるからさ、すっげー投げやすいね。結構冒頭言ってたけどさ、伊沢さんが本当言うな。ということでご視聴ありがとうございました。結果的にはね、負け、まあ、負けは負けや、どっちかが負けるよ、野球は。うん、負けだ、負け。なんそのほとんど負けよ。俺は、うん、野球も強くする。うん、1点取れたのはすごい大きかったけどね。大きい大きい大きい。そこはなんか甘えてるわけでもなく、俺ら正当化しようとしてるわけでもなくて、いいチームだったから、すごくいいチームだったから。前回の動画とおすすめ動画だったから、チャンネル登録したアイコンからよろしくお願いします。次回の動画見てね。バイバーイ。来週週に行くぞ。